釧路出現脇の起動時期は遊歩道になっている8トンディーゼル機関車、マルセップ森林公園以いの森で使用されている6トンディーゼル機関車、鶴井村営軌道は、かつて北海道釧路市と鶴井村にあった簡易軌道。鶴井村では1921年から開拓団体の移住が開始されていたが、主に関東大震災の救済を目的とした。 内務省北海道庁による、許可移民事業の指定入職が1924年から始まると、交通機関の整備が急務となった。このため北海道庁は、輸送手段として、植民軌道の敷設を決定すると、根室本線新富士駅から分岐する路線を着工し、1929年5月に完成した。当初は馬力により輸送だったが、距離が長大なこともあり、 バスを改造した木炭ガス動力の機動車を導入した。戦後は旅客以外にも牛乳の出荷に使われたり、道路未整備のため郵便の輸送も行っていた。1950年代後半からは輸送量増加に対応するため、自走客車やディーゼル機関車を導入したが、沿線の道路整備が進み、1968年に全線を廃止した。 路線延長が最長だった時のデータを示す。中雪里線新富士と鳥昭和地区鶴の、御根内坂の上引く南4線下ほろろ北六千北八千北十一線、マイナス中雪里ほろ路線、下ほろろ、ブロック工場入り口から製粉場前から、中ほろろもほろろ入り口、マイナスしほろろ旧駅停上ほろろから新ほろろ下から、新ほろろ自走客車、ハットンディーゼル機関車、 鶴井村ふるさと情報館、ミナクルで生態保存。長く村立鶴井小学校隣接の旧郷土資料館に露店の状態で置かれていたが、2014年に退職者などの意見をもとに、図書変更、整備を行い、ミナクル敷地内に設けたわ屋付きの保存場所に移転した。ミナクル館内にも、損営軌道の歴史を紹介する展示パネルが整備されている。 ロットンディーゼル機関車をホーツク管内の門別群、エンガル町が運営する、マルセップ森林公園以いの森で運行、地元の旧森林鉄道路盤を転用するなどして1980年に、共用開始した、全長約 2km の園内軌道において、に列車運行を行う、イベント時などで、アマミヤ21号蒸気機関車と共に、列車牽引に使用している、軌道廃止後、 新宮商業釧路防腐工場が校内機動用として使用し、1989年に故障廃車後、1995年にマルセップ町が購入し、札幌交通機械で再整備したもの、ありがとうございます。